おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は8月の2日水曜日になります。お題がこちら。決算間近、あの銘柄のこのサインに警戒しています。ということで話をしていきたいと思います。これはある銘柄、アップルですね。冷やしチャートなんですけどね。下に表示してるのはマック D とか RSI なんですけども、ちょっと下向きですよね。 でも株価どうなってましたっけっていうところでね、決算発表前にこのサインが出ることにちょっと警戒してますよって話です。で、内容的にはその話だけではなくて、ヨーロッパとかアメリカ、この株価の動き、リアルタイムでこんなきっかけで動いたんじゃないっていうところも確認をしていって、最後にこのチャートの警戒点についても触れていきます。 それが指数でも出てる部分もあるので、最後、マックリり RSI を使いまして、指数の売買戦略もぜひご注目いただければと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。なるべく耳だけで聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひチャンネル登録、お待ちしております。それでは、昨日の振り返りやっていきましょう。まず、日本株なんですけども、 昨日も強かったですね。日経平均株価で304.36円のプラス。昨日は日経平均の方がトピックスよりも強い。でもトピックスが続進したってことでトピックスはさらに高値を超えてきたっていうね。そんな形でございます。一方、マザーズは少し元気ないかなっていう感じですね。 日経益値上がり銘柄数とても多いです上昇をけん引したのは東京エレクトのアドバンテストといった半導体銘柄や、まあ、トヨタ村田製作所といった決算銘柄ですねただ決算ではいろいろ明暗が分かれたりはしていますのでここは個別でしっかりと確認をとっていただければと思います上昇値上がりトップ業種別で見ますと電気ガスが強いですね海運も強いんですよね 商船三井も決算の反応自体はまちまちだったんですけどもその後またグッと上げてきたりもしてました輸送用機器機械トヨタの、ね、決算もなかなか良かったんじゃないですかね決算発表後に上げ幅を拡大しているという状態です一方アメリカ株なんですけども今日は高安まちまちの展開です3時39分時点です最後の指数の売買戦略ではおそらく終わり値で確認取れると思いますのでこちらぜひ確認していきましょうそして欧州株が少し難聴な形 特にドイツダックスですね。ここはちょっと弱いということで材料確認していきます。業種別、セクター別のヒートマップですが赤の方が多いですね。ニューヨークダウンも赤の方が多いように思いますが上昇しているのはキャタピラーの影響大きいんじゃないでしょうか。一方こちらはナスダック100のヒートマップです。こちらもどちらかというと赤かなっていうそんな感じがします。日経先物今日は271円のマイナスです。少しここまで上昇の勢い強かっただけに 反落警戒されます一方円安は進行してるんですけどもね円安でも株安っていう形になるとちょっとストーリーが崩れるかもしれません原油は81.34ビックスも上昇して13.98今日は長期金利が大きく上昇しています4.047 ラッセル0.76%のマイナス、ソックス0.01%のマイナス、日経先物マイナス271円ということになっております。暗号資産に関しましては高安まちまちの展開です。それでは見ていきましょう。まずは欧米の株価の動きの確認。そして最後にアップルのチャートの警戒点について触れていきたいなと思います。まずはこちら、アメリカ株が始まった後の日経新聞です。決算銘柄に買いということで、権威のキャタピラーですね。 これがダウを支えているんだろうなってことはよくわかりました。1日朝に発表した4、6月期決算が市場予想を上回ったということです。一方、長期金利がね、4%台に上がっていましたので、ハイテク株には売りが出やすいっていうのも確かにわかります。じゃあなんで上がったのかっていうところを見ていきたいと思うんですけども、この記事の続きでは、今週1日にはジョルトの雇用動態調査が出ます。そして雇用関連の発表、相次ぎますと。と いうことなので、FOMC の政策判断データ次第とされますからね、労働の指標っていうのは注目度が高いということになっていきます。この後ちょっとチェックしていきますね。で、時系列的には欧州株の方が先ですし、ドイツ株の下落が気になったので、ドイツ株が終わった後の日経新聞も確認してみます。金融引き締めの影響を警戒ということでした。1日に発表されましたユーロ圏とか中国の PMI をきっかけに、 改めて製造業の景況感の悪化 結が意識されたっていうことですねそれで1%安になったということでございます早速ちょっとこの PMI というものを見ていきたいと思うんですけどもこちらです8月1日発表されてます中国ですね財新の PMI っていうのが出てますが50.3予想に対して49.2 PMI というのはアンケート調査なんです先行性がすごく高いんですけどもそして50が幸不況の分かれ目と言われるんですが予想を下回ってるし50も下回ってるということで まあ確かにネガティブに捉えられる部分はあるかもしれません。で、欧州各国の PMI に関しましては、これ、すべて海底値なんですね。海底値っていうのはどういうことかっていうと、これ、7月の24日。 にですねまず速報値というのが出てひとまずアンケート調査の結果こんな感じですポーンという風に出るわけですねでもうちょっとデータを揉んで揉んで揉んで改定値という形でこれが信頼性の高い値だと思ってみていただきたいんですでこの中で一番ドイツのね下落が気になってたんですよね pmi の速報値の時点では41予想で38.8先ほど50が好不況の分かれ目って言ってましたけども40すら割り込んでるし予想も割り込んでるっていうことだったんでちょっと呼 怖いよねっていう速報値に対して今回の海底値とこう並べてみてたんですねで38.8予想で38.8なんで、まあ、海底値のまんまサプライズはないってことではあるんですけどもやっぱり弱いかっていう感じなのかもしれませんこれが16時55分に発表されたこれが今日のデータですね これが速報値の方ですね。38.8。やっぱり弱いか。16時55分ですね。えー、ここの黄色い線がドイツ株なんですけども、ここからまた下落幅をこう強めてることがわかりますので、まあ少なからずこういったものがね、警戒されてるのかなというふうに思いました。ドイツダックスの冷やしチャートなんですけども、ここまで実は最高値更新みたいなものが続いていたところもあって、まあこういったちょっとしたきっかけでですね、1%ぐらいの調整が入ってしまったってことは一つ警戒ポイントに当たるかなと思います。 あとはチャート的観点でいきますと一目均衡表の雲なんかもありますからね少し流れが変わるポイントになるかもしれない MacD は上から下にこう線が折れてしまったっていう形になってますので調整が入るかもしれないそんな警戒は持ってちょっとドイツ株も注目してみたいと思います同じくアメリカでも PMI が発表されているんですがその他の経済指標にどちらかというと注目が集まっているように思いますアメリカの PMI に関しましては予想通り そして、速報値との違いもないということですから、サプライズではなかったと思います。一方、ISM 製造業景況指数ですが、重要度は PMI よりもより高いです。こちらもアンケート調査ではあるんですが、予想を下回ってきたっていうところですね。これはちょっと気になるところです。そして、先ほど日経新聞にも載っていました、ジョルトの求人件数っていうのが載ってます。これは前回よりも予想よりもちょっと下回ってきたってことなんですけどね。 市場反応23時でちょっとと見てみたいと思い思ます。23時はこんな感じです。まあ、反応ちょっと難しいんですよね。金利ドル円でいきますと、ちょっと一回ぐっと下がってから上がって、高い水準が維持されてるっていう形になりますし、株価の反応も上なのか下なのかはっきりしないっていう、そんな形にはなっています。でも金利が高いっていう形ですかね。 順番にちょっとチェックしていきたいと思うんですが、まず ISM 製造業景況指数になっています。ここでは見出し、9ヶ月連続の縮小ということですが、雇用指数は3年ぶり低水準、新規受注は改善なんてね、そんな感じで書いてあります。でどちらかというと、やっぱりこれは景気が悪いっていうふうに捉えておいた方がいいかもしれません。 9ヶ月連続の活動縮小こちらも50が拡大と縮小の境目を示すってことですからそれを9ヶ月連続で割り込んでいるっていう形ですね、まあ、ただ内訳見ますと新規受注と生産が改善したなお縮小の領域から抜き出していないということなんで、まあ、ちょっと改善の兆しもなくはないけどねでもやっぱり弱いよねっていうぐらいで押さえておいていただくといいと思いますでそれ以上にジョルトの求人件数 は金利には影響を与えたかもしれません958.2万件に減少ということでね予想も下回ったんでいいじゃないって思うんですけどもただロイターの記事を見ると、まあ、金利が上がったからでしょうね依然として労働市場の逼迫を示す水準を維持しており FRB が利上げを長期化される可能性があるというふうに表現されてました、まあ、そのきっかけかわかりませんけどもやっぱり金利が上がってるっていうことですね で、今回の金利の上昇に関しましては少し特徴があるように思いまして何かと言いますと一番政策金利に影響を与える2年金利の上昇っていうのは実はそんなに変わってないんですねより長期の金利10年金利とかの方がこの後の高い金利水準を維持してるっていう感じがありますなので、まあ、何を意味するかっていうところをいろいろ模索していきたいなってここではちょっと答えが出ませんただ長期金利のチャートを見るとやっぱちょっと上昇傾向にあるな ちょっとこの辺の高い水準を超えるかもしれないなっていうところで、金利上昇による株価の上値を抑える効果っていうのには警戒が必要です。イールドカーブを見てみますと、短期金利はこの赤い1ヶ月前の水準とほとんど変化はないんですね。ただし、これが長期にずれていくと、現在の水準の方が高くなってきてるんですよね。これはイコールで、やっぱりハイテク株の上値をちょっと抑えやすい要因には変わってきつつあるかもしれません。またこの 金利の期間っていうのは将来、例えば7年だったら7年後10年だったら10年後の平均金利っていう見方もできるんですね。 今まではある程度金利を抑えていくっていう形でいいと思ってたんですけどもいやもうちょっと高いかもしれないなっていうふうにじりじり変わってきたってことなんですね、まあ、インフレが高い状態が続くのかそういう状況なのかどうかを今後確認していく必要があるし FRB からのメッセージっていうのもねここを確認していく必要があるのかなと思いますでやはり今日出たのは注目度でいきますとそこまで高くはない本当の本ちゃんっていうのは 金曜日に出てくる雇用統計だと思いますし,し主要企業の決算ということで3日に出てくるアップルやアマゾンということになっていきますで、今日の本題なんですけどねお待たせしましたアップルの冷やしチャートを見ていてああ綺麗な右肩上がりで素晴らしいななんていう風に思ってたわけですよ最近もね高値更新してきたななんていう風に思ってたんですけどもまあ、何気なく見ていたマーク D や RSI であでもこんな感じで右肩下がりで下がってるなっていう形ですま勘、あの鋭い方はこの チャンネル見てる方はね、あ、なるほどねっていう形で思っていただけるかもしれないんですが、 株価が高値を更新しているのに RSI なんかがこのように高い順位を超えられないっていう状態をダイバージェンスと呼んだりしています。まあこういったところでは転換の兆しかもしれない程度で押さえておいていただきたいんですけど、上がってきたものの転換ですから調整が入るかもなって。で、それがまあ決算でちょっとしたきっかけで材料で尽くしでイベント通過でこういった転換点になるかもしれないし、そこがまたさらに上がる上昇になってほしいんですけどね、ちょっと怖いななんて思ってるそんな話でございました。 では今日の動画のまとめです。米株まちまち。ダウはキャタピラーに支えられていましたが、金利上昇でハイテク株が重荷というそんな感じでした。中国の PMI が弱く、欧州株の重荷になっているというふうにドイツの日経新聞には書いてありましたね。そしてドイツの PMI の改定値。 やっぱり弱いっていうことで1%を超える反落でした。まあそこまでね高値更新してきましたから反落の幅も少し大きくなってしまいましたね。アメリカの ISM 製造業9ヶ月連続で縮小の状況50を下回っているってことですね。ジョルトの求人件数は 高止まりという表現が使われてました。長期金利が上昇しているということなので、短期金利よりも長期金利が上昇しているってことは、まあ、長期視点で見て高い金利が想定されているってことですよね。まあ、それだけ高いインフレが維持されるってことなのかもしれませんけども、ちょっと注意をして見ていきたいです。 決算控えるアップルにチャートとしてはダイバージェンスというサインが起こってますから、まあここには少し警戒が必要かもしれませんということです。それでは指数の売買戦略ですが、ックくり RSI を使いながら見ていきたいと思います。はい、えー、まずは日経平均株価になります。日経平均株価で見ますと、昨日のチャートまではすごくいいんですよね。でもう今日先ほどのマイナスになってますから、まずマイナス幅がどれぐらいになるかっていうところを確認していきたいです。現状はックくりゴールデンクロスの後なので、ックくりが下に 下向きになるとかそういったところまで急落がなければ特にこう上昇の方向で考えておいてもいいと思いますし開催はね結構やっぱ出たばっかりですから期待したいところ RSI も50を超えている状況ですトピックス見ていきますトピックスは昨日もね高値を更新したすごく強いチャートなんですよね すべ、まあ、て会社員上向きという形なんですけどね、今日日経先物が下がっているだけに、ここまで上がってきた分の調整がどれぐらい入るか、それが何かチャートを崩すような要因にならなければ問題ないと思っています。一方、マザーズですけども、マザーズ、昨日もも、ね、上昇しているので、そろそろという形が RSI に出てきてますかね、あと真っ黒にも出てきてますかね、RSI50 超えればというところですし、真っ黒にゴールデンクロスが出ればという形ですが、一目均衡表上では、上には基準線が控えているという形です。ちょっと手 抵抗はありそうなんで注意してみていきましょうニューヨークダウを見ていきますこちらは終値になってます0.2%の上昇で終えたということでねこの辺の直近高値は超えてきたっていう形ですかねでも RSI がやっぱ70超えてますねちょっと警戒しながら見ていきたいですし前回超えられてないっていう点ではねこのまままた RSI が下がってしまうとダウでもダイバージェンスっていう風に見てこれも取れるかもしれませんで、 S&P500、S S ちょっと見ていただきたいんですけども、アップルよりはっていう形ですけどもね、同じくですね、RSI なんかもぐーっと下がってきてますよね。そういったことを考えますと、高値更新してきた S&P に対して、高値を超えられなかった RSIMACD、D、これはまあダイバージェンスっていうふうに見て取れるかもしれません。主要企業、雇用統計、こういったところが下への転換にならないことを願いたいですね。ナスタック見ていきます。 ナスダックに関しましては、そもそも高値を更新していないんですよね。その辺のサインが、もうこの辺で先行的に出ていたっていう形なのかもしれません。マックにも結局、なんかこういうふうに頑張ってるんだけど、上向きになれてない、ゴールデンクロスになってないんですね。ちょっと下に触れる警戒サイン、続いてるなっていう感覚を持っています。最後、ラッセル見ていきます。 昨日大きく高値を超えてきたラッセル2000ですが今日は下落しています。ただ下髭が長く今日も底堅さを物語っているようなローソク足なのかなというふうに思いますし、バックにもデッドクロス出てないしね、RSI50 以上ですから、なんか一番こう安定的に動いているようにも見えますけどもね、どのようになっていくのか明日もしっかりチェックしていきたいと思います。はい、ということで今日は タイトルはアップルのダイバージェンスだったんですけど、まあ、おおむね違う話をしていましたが、すごく重要な話だったので、内容を振り返り入れさせてください。まずはアメリカ株が始まった後の,の日経新聞で、まあ、キャタピラーがダウを支えているよねっていう話と、長期金利が上昇したよね、ハイテク株を抑えてるよねっていう話でした。で、今週はジョルと含む雇用の指数いっぱい出るので注目しておいてください。FRB はデータ次第ですっていう形ですよね。そして、ドイツ株が下がってるので気にして見てみたら、PMI をきっっかけですっていう話がありました金融引き締めの影響がこの先一段と強まっていくっていうことで警戒されているようですでその PMI なんですがまず中国は弱かった50を下回ったそして欧州各国は改定値ということで速報値との比較特にドイツを比較した時には38.8の速報値に対して弱かったけどねっていうところからやっぱり弱いねっていうね 一緒なんですけどね。そんな形で下がってしまったんじゃないかっていう話でした。まあ、ここまで高値更新してきてましたから、やっぱり弱いでこんなに下げるかっていう形ではあります。ちょっとね、えー、雲のねじれなんかもあります。マックくりが折れてるところもありますので気をつけて見ていきましょう。そして、 アメリカです。アメリカの経済指標では PMI の改定値、これはもうほぼ予想通りでサプライズはほとんどなかったと思います。一方、ISM の製造業、景況指数ですが予想を下回ったっていう点ではネガティブなサプライズがあったかもしれません。ジョルトの求人件数は予想を下回っておりますがという形ですねで。反応としましてはちょっとまちまちな反応ではあったんですけどもね。ISM に関しましては9ヶ月連続縮小、ちょっと弱いかもなっていうところから押さえておいていただければと思います。そしてジョルトの求人件数は予想 そう下回っっててまますすが高止まりっていう表現ですね。FRB が利上げを長期化させる可能性があることか後付けだろうなんていうふうにちょっと僕は感じてしまいましたがどうでしょうかで今日の上昇なんですけども金利は短期金利より長期金利が上昇してるんですねで長期金利10年金利っていうのは10年間の金利の平均なんていうふうに言われたりもしますから、まあ、それがより上がってるってことは FRB が利上げを継続するっていう感じよりは、まあ、高い状態が 続きそうかななんていうふうに見て取れるのでちょっとやっぱりハイテク株にとっては重荷だろうなって思いますし長期金利のチャート見てもちょっと高値を超えてきそうなそんなチャートに見えますと。イールドカーブ見ても1ヶ月前と比較した時により長期の方がこう増えてきてるんですね。 長期の見方がなんか変わってきたのかもしれないっていうところで警戒を持っています。で、本ちゃんは金曜日の雇用統計だったり、3日のアップルの決算だったりするんじゃないかなっていう話なんですけど、アップルのチャートを見ていたら高値をどんどん更新していくにもかかわらず、まっくり RSI がこのように下向きになっていてダイバージェンスだったので、なんか悪い方向への転換にならなければいいなというふうに思っている、そんな話でございました。 では今日もお知らせを入れさせてください。9月1日、リアルイベントを開催します。進化したエクセル株投資ということで、この本のフォーマットについている特典信徒を進化させて、その進化させたことについて解説をしていく講座を開催します。参加費2000円になってますので、概要欄の URL をぜひ一度確認してみてください。また、毎週金曜日更新で、個別銘柄をとことん分析するマガジンというマガジンを発行しております。こちらは、最新式法の銘柄を分析していくっていう形なんですけども、月額 900円初月は無料のメンバーシップもしくはこの記事単体でも購入が可能ですのでこちらも合わせて概要欄の URL をぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で更新をしていきます明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら